ターゲットマニュアルの確認は大事かなと思う。肯定感を持っていいと思うんですね。決定打になったことがあるんです。自分たちを自分たちで大変にしていた。老健で作業療法士として働いている安藤祐介です。ご質問に答えさせてもらいます。ご質問読みます。身体拘束をなくそう、人権を守ろうという考えは理解していますが、転倒リスクがあったり精神疾患で落ち着きがなかったりする方をどの程度なら安全のために制限していいのでしょうか、というご質問です。ありがとうございます。先に結論から言わせてもらうと、このどの程度なら制限していいのかという部分は、事業所によって多少異なりがあるので、事業所のマニュアルをまずはご確認いただくのが先決かなという感じがします。で、各事業所が点でバラバラなことをやっているかというと、そんなことはなくて、全国的にどういった基準、ガイドラインに基づいてやっていけばいいのかというのが、厚生労働省の方からすでに出ていまして、それが身体拘束ゼロへの手引きというものがありまして、インターネットで検索してもらうと出てきます。で、そこにどういった行為が身体拘束になってしまうのか、ご本人の制限につながるのかというのが具体的に書かれています。例えば、紐で手足を縛るであったりとか、ベッドを柵4本で囲むとか、そういったことが身体拘束に当たるものですよってことが書かれていて、それに基づいて事業所もマニュアルを作っていたりしますので、そちらも参考になると思います。で、このマニュアルが各事業所によって多少異なりがあって、で、そのガイドラインも全てを網羅しているわけではなくて、その事業所の状態に応じたマニュアルの調整とかもしているの で、例えばなんですけど、とある事業所だとベッドのこうセンサーってあるんですけど、起き上がった時にこうピンポンって鳴るようなセンサーで、そのセンサーを使うことも場所によっては身体拘束と考えている事業所もあります。考え方としては、ご本人が寝ているところを何かしらの機械である意味こう監視をしているような状況と捉えて、ご本人はそれを心苦しく思っていれば拘束だよねって考えのところもあれば、また別の事業所によってはご本人が起きたいときにそのセンサーが鳴って、お手洗いですか、どうしましたって職員が行くわけだから、それはご本人の安全を守るためにいいじゃないかってところもあるので、そういったところが事業所によって違いが出てきます。なのでやっぱマニュアルの確認は大事かなと思います。一個このご質問をお読みしていて感じたことでもあるんですけど、こう拘束に対する考え方とかも大事だなと思っていて、なんていうか、どちらかというとこう生真面目で一生懸命懸命にこう現場で向き合っている方こそ、なんていうか、拘束に対しての抵抗感であったりとか、例えば拘束をしてたとしたら、うちは良くないことをやっててよダメだよなとか、立たないでくださいとか、座っててください、動かないでくださいっていう言葉による拘束ですね、そういったものもあったりして、あ、私も言っちゃってるわ、ダメだとかですごい罪悪感を感じている方も中にはいらっしゃって、もしかしたらそういった不信も終わりになるのかなって気がするので、それに対して一言、スピーチロックも身体拘束も好ましくはない、良くないことなんですけど、ただそれはご本人を一方的に傷つけようと思ってやってるわけではなくて、ご本人に安全に暮らしてほしいための手段として、その拘束ってものが手段としては乏しいかもしれませんけど、やっていることってあったりするんですよね。なので、その人の生活を守りたいんだって、傷つけたいわけじゃないんだよって、そういう思いでやってるんだよってところは肯定感を持っていっていいと思うんですね。で、こうこれは本当、事業所のマニュアルがそれこそすごいこう高いところに設定されている事業所さんも実際にあって、すごい、なんだろう、例えば突然入ってきた方が立ち上がりが頻回だと、で、立って転ぶかもしれない方がいらっしゃったとして、で、その方に対して、うちは身体拘束は何もやりませんからって、で、職員がこう声かけしながら大丈夫ですかってやってたとして、で、拘束をしなかった結果、その方がすぐ立ち上がって初日に転ばれて頭打ったり、どこか転倒されてお怪我したり骨折したりすれば、それってご本人にとってはお辛いことだと思いますし、現場もすごく、あ、なんであんなことになってしまったんだろうと思うかもしれない。もしそういった状況であるとするならば、手段としては好ましくないかもしれないけど、拘束があった方が場合によっては良かったりもすることもあるかもしれない。なので、
できるケアとできないケアは、ここは考えていった方がいいと思うんです。実際今人もいないし、そこになかなかかけられる人員もいないうちだからこそ、今仕方なくやってるかもしれないって。なんか今の事業所のレベルでできないことを目指すんじゃなくて、今の事業所に合ったレベルのケアをしていくってところが大事になっていて、それがマニュアルと合致しているかどうかも重要かなって気はしています。今僕、老健に勤めてるんですけど、もともとうちの老健でも身体拘束がありました。そういった時代がありました。ただ今はなくなったんです。で、どうやってなくなったかの経緯をちょっとだけお話しすると、もともとあったんですけど、外す努力はしていました。どうすれば外せるかなって勉強会を開いてみたりとか、身体拘束を廃止する委員会を立ち上げて取り組みをしたりとか、やってたんですけど、なかなか叶いにくかった。で、決定打になったことがあるんです。それが、拘束のための道具を捨てさせてもらったんです。処分をしました。これは反発もあったんですが、結果的にやってよかったなと思っています。なぜなら、今、拘束はないからです。拘束するための道具があると、それを使ってケアをするっていう部分が結びついてしまうんですよね。だから、物がなければ考え出すんですよね。どうすれば、おじいちゃん立つけど、おばあちゃん立つけど、なんで立つんだろうなって。私らは縛れないからこそ、この人のこと考えなきゃいけないよなとかいう視点にも結びついていく。なので、拘束の道具って、職員のスキルとか考える力とか思いをもしかしたら、低下させる道具になってしまうかもしれない。ないからこそ考えて、おばあちゃん、おじいちゃんに寄り添っていく介護ができる一つのきっかけかもしれないと思います。拘束があった時代と拘束がなかった時代を比べると、もちろん拘束がなかった方が、今の方が楽なんです。拘束してた方が大変でした。で、なぜこの拘束が大変だったかって3つ挙げてきたのでお話します。拘束が大変だった理由、1つ目が、利用者さんのためにそもそもならないことをしてるんですよね。拘束の道具があると使っちゃうんですよ。僕らって弱いし楽したかったりするので、立ち上がる、あ、ベッドから転げ落ちるかもしれない、かきむしりがある、縛ろうとかって簡単につながったりする。でもそれって例えば蛇口で言うと、元栓が開けられてて水がいっぱい出っ放しなのに床だけ拭いてるみたいな、利用者さんも立ち上がることに何か原因とか理由があったりするかもしれない。お便所に行きたかったりする、お尻が痛いかもしれない、どこかお家に帰りたいのかもしれない、会いたい人がいるのかもしれない、なんとなく歩きたいだけなのかもしれないのに、座ってくださいで縛られてしまったりする。だからこそ理由を考えないケアをしていて、結果利用者さんもずっと不穏だったりする。それが、そう、なんていうか、僕らも大変にしていたと思います。自分たちを自分たちで大変にしていた。それが理由の一つ目です。二つ目の理由は、記録物がとにかく多いです。で、拘束って安易にやっていいものではなくて、切迫性とか非代替性とか一時性っていう条件があって、それに基づいて書類を取ってご家族からも同意を得て、24時間の記録を書いて、やっと拘束ってものが、そう、形上、仕方ない、それしかないからやらせてもらうよっていうところまで行けたりするんですけど、ただこれを書類いっぱい作ってやるぐらいなら、やらない方法を考えた方が随分利用者さんのためにも職のためにもなるんですよね。そういう意味でこれだけ煩雑な書類を作るって部分があることが拘束させないってところへの道しるべにもなってるのかなって気がします。で、最後、拘束が良くないというか、やらない方がいい一番の理由なんですけど、職員が辛いです。僕ら人を縛りたくてこの仕事つく人っていないんですよね。おじいちゃんおばあちゃんの手足を縛るために介護業界に入ったわけじゃなくて、人の笑顔が見たかったり、そういう思いで入ってくるのに、実際やってる仕事っておじいちゃんおばあちゃんの手足を縛ったりすること。これで辞めてく職員も僕は見たことがありますし、苦しんでる方って多いんじゃないでしょうか。だからこそ拘束良くないよねって、できればそこやりたくないよねって、拘束ないケア目指そうよっていう考えって本当大事だと思いますし、今もあるところもあると思うので、なんていうか減ってったらいいってつくづく思います。はい、以上です。